話を切り出す順番譲ってくれたから僕のことばかり聞いて結局君は後回しいつも通りに大きく手を振ってくれた後歩いて帰る君のいつもより小さい背中はいつも僕に笑ってくれた自分より寂しい人がこれ以上増えないようにそんな気がつけなかったけど一番伝えたい言葉はごめんじゃなくてありがとう「ポケットに」